州のほぼ中央部に位置する群馬県。藤岡市はその南西部、埼玉との県境部に位置します。人口はおよそ7万人。高速交通網の結節点に位置し、北関東屈指の広域交通の利便性を誇る町です。藤岡市には関越道と上信越道のジャンクション、そしてインターチェンジがあり、あらゆる方面からの乗り入れに優れています。藤岡インターチェンジに隣接する道の駅とパーキングエリアの複合施設ララン藤岡からは、羽田、成田、東京方面、そして関西、東北方面への高速バスが運行しています。そして上越、長野の各新幹線の分岐点、群馬県の鉄道の玄関口高崎駅とは20分以内でアクセス可能。東京駅からも通勤圏内といえるおよそ1時間でのアプローチが可能です。藤岡の歴史は古く、市内に残る多くの古墳からもその繁栄の歴史をうかがい知ることができます。特に鮎川の周辺には数多くの古墳が現存し、県内有数の古墳の密集地です。中世になると関東管領職にあった上杉憲実が平井城を築城し、戦国時代を通して栄えます。江戸時代以降は現在にも通ずるその交通の要衝性を発揮し、人、物、文化、さまざまなものが交差する場所として栄え、西上州の産業の中心地ともなり、現在に至ります。明治以降は群馬の特産となる生糸の生産に伴い、養蚕業の先進地として豊かな山々が生み出す木材の集積地として発展してきました。明治から大正時代に全国一の養蚕指導組織としてその名を馳せたのが高山社。高山社跡は国指定史跡として現在にその姿を残しています。藤岡市の特徴の一つに文化の薫る町があります。市民の文化活動の拠点は多く、特に複合型文化施設三籠未来館には大小のホールやギャラリー、プラネタリウムがあり、さまざまな用途で利用されています。総合学習センターは障害学習や市民活動の拠点、防音設備の整った学習室、そして囲碁や将棋などが楽しめる交流サロン、子ども連れにも利用しやすいふれあい広場など、幅広い年齢層に使いやすい施設になっています。これ以外にもガラス張りの外観が特徴の鬼市多目的ホールなど、さまざまな創作活動や学習、発表、鑑賞などが行われています。藤岡市には市民同士の交流と連帯感を育み、健康な体を維持するためのスポーツ施設が数多く設けられています。豊かな緑に囲まれた中に野球場や陸上競技場、弓道場などが整備された藤岡総合運動公園は市内一のスポーツ施設。スポーツ大会の会場として、練習場として、
季節を問わず盛んに利用されています。市街地に隣接する甲信山総合公園は遊具なども備えた市民の憩いの場であるとともに、多目的広場やテニスコート、体育館などスポーツ施設も充実し、一年を通して多くの人々が利用しています。これ以外にも多彩な設備の整った市民プール水トピア藤岡、河川敷を利用した烏川緑地スポーツ広場など数多くの運動施設があり、交流と健康増進の場として利用されています。緑と水の織りなす絶景、奥深い自然の宝庫が自慢です。藤岡市の南西部には懐深い三籠山系の山々が連なり、豊かな緑が、そしてその緑から生み出される清らかな水が市内を彩り潤しています。三波石橋は国指定名勝および天然記念物、江戸時代から庭石としても珍重された三波石と清流神流川が作り出した絶景です。蛇神渓谷はその名の通り、大蛇が岩を噛み砕いてできたと伝えられる名勝、清流鮎川のせせらぎに彩られた新緑と紅葉の時期は美しく、藤岡市の絶景ポイントです。周囲におよそ1000本の桜が植えられている竹沼は市内きっての桜の名所、多くの花見客でにぎわいます。四季に咲く花や深い緑の彩りに満ちた藤岡市には一年を通して憩いの風景を見ることができます。藤岡市を代表する花の一つ、藤。藤の咲く丘では4月下旬から5月中旬にかけて藤祭りが行われます。見本園には45種類もの藤が咲き誇り、250メートルにも及ぶ藤の回廊はライトアップされ、幻想的な空間が広がり、その美しさを堪能することができます。藤岡市を代表するもう一つの花、冬と春に2度その花を咲かせる冬桜。桜山公園は国の名勝および天然記念物に指定されています。11月上旬から12月上旬には冬桜と紅葉という普段目にすることのない絶景を求め、多くの人が訪れています。奥深い緑と清流に包まれた工芸体験村、土と日の里公園。染色、陶芸、ガラス、竹細工、瓦工芸などの工房ではプロの工芸家の指導のもと、気軽に創作気分を満喫できます。鮎川の清流での川遊びやバーベキューなどが楽しめるのも嬉しい憩いの里です。豊かな自然と悠久の歴史に育まれた藤岡市では多くの特産品が生まれています。奈良時代、国分寺の建立に際し生産が始まったといわれる藤岡瓦。いぶし銀の艶を持つその美しさが特徴で、昔ながらの手彫りで作られる木綿瓦は群馬県のふるさと伝統工芸品にも選ばれています。江戸時代の初め頃からその美しさゆえに珍重されてきた三波石、
観賞用や庭石としてその名を誇ります。肥沃な大地と群馬県内でも比較的温暖な気候を持つ藤岡市では果樹栽培も盛んです。ブランド産地化されているいちごの弥生姫、そしてトマトの藤娘は盛んに栽培され、景品市場を中心に出荷されています。また群馬県内唯一の観光みかん園があり、シーズン中には多くの観光客が訪れます。藤岡市の豊かな風土はこれ以外にもシンビジウムや地酒などさまざまな特産品を生み出しています。古くから人の心と心をつなぎ町に活気を与えてきた祭り、藤岡祭りは伝統ある2つの神社の祇園をもとに市民の祭りとして引き継がれてきました。鬼子夏祭りは祇園祭として江戸時代の後期に始まった祭りです。5つの地区の山車が町内を練り歩きます。一番の見どころは新田坂の駆け上がり、坂道をものともせず5台の山車が圧倒的なスピードで引き上げられます。鬼恋節分祭は鬼子の地名にちなんで催され、日本全国から追い出された鬼を福は内、鬼は内の掛け声で呼び込みます。このように優れた広域交通の利便性と恵まれた自然環境の中、藤岡市は市民が作り輝く優しい藤岡をテーマに、住んでいる幸せを実感できる街を目指しています。多様化する医療ニーズに対しては、2つの公立病院を中心に救急医療、夜間医療、高齢者の慢性医療など地域医療の充実に努めています。安心して子供を産み育てることのできる環境づくりに関しては、不妊治療費の補助、健康審査、予防接種の実施、中学3年生までの医療費無料化などを行い、また子育て支援センターや学童保育所などの充実にも努めています。これからますます重要になる高齢者福祉、そして障害者福祉に関しても、藤岡市では関連する事業や施設の充実化を図り、すべての人に優しいバリアフリー社会を目指しています。心豊かな街を目指して、藤岡市では市民の皆さんが生涯を通して学び、多様な文化芸術活動に取り組むことができるように、施設の充実や指導者の育成に努めています。学校教育においては、生きていく力をつけることを重視し、地域と連携を図り、特色ある学校づくりを目指しています。市が活性化していく上でなくてはならないのがにぎわいです。就業の場の創出と若者の定住は町の活力の源です。交通の利便性を生かし、古くから工業団地が造成され、全国的知名度を持つ優良企業の誘致が現在も進められています。商業面においても、地域に密着したサービスや観光、地場産業との連携が図られ、各種イベントをはじめ、にぎわいの場が創出されています。
豊かな緑、そこから生み出される清らかな水、恵まれた自然によって肥沃な大地が生み出されました。やがてそこには人が住み、歴史が育まれました。古代からの交通の要衝は人、物、文化の交流を生み、やがて伝統が根付いていきました。悠久の時を経て作られた現在の藤岡市の姿は、ふるさとの原風景。人と人が出会い交わり、これからも藤岡市の姿は変わり続けます。住む人が幸せを実感できる街として。